どうもしゅんです。こんにちは。やばいな、スーツが汚い。はい、ということで僕は今日とある珍しい就活イベントに参加することになりました。なんか婚活のイベントみたいなシステムの就活イベントで、就活生が企業に対して自己 PR をして、企業も学生に対して会社を PR して、お互いにいいなと思ったらマッチングして、個別に面談だったり面接ができるっていう、なんか婚活イベントみたいな珍しい就活イベントらしいんですよ。なので今日はまあそれだけじゃなくて、なんか就活に関するいろんなノウハウとか情報をいろいろ聞けるっていうことで、今日はそのイベントに参加しようと思います。基本的にこのイベントは地方出身の人しか行けなくて、交通費と宿泊の場所はなんかサポートしてくれるみたいな、すごいなんかいい就活イベントなので、すごい楽しみです。周りの友達みんな私服で、僕だけスーツだったので、すごいなんか間違えました。行ってきます。こんにちは。はい、じゃあ楽しく元気よく、自分の質問を見せて、こっから30秒の自己紹介を、みんなにしてもらうので、みんなにしてもらうので、実は学業で成績優秀者になったり、手段販売で全国1位の成績を考えてみたら、意外とポジティブなことで見つけられるんですね。フィリピンと韓国とインドと、モットーとして、どんな小さなことにも挑戦し、自分が下した決断とか行動しておりまして、私はですね、接客でですね、忙しいと接客で成功ミスとか起こってしまうと思うんですけども、その時に私はですね、勉強することは航空宇宙工学という飛行機とか、まあ、ジェットエンジニアやロケットです。はい、石川県から来ました金沢大学3年の福田俊と言います。僕は今 YouTube 活動じゃなくて、だから僕の将来の夢は、いや僕のもう一回金沢大学3年の福田俊と言います。って言ったんですね。学生時代一番頑張ったことは YouTube で、どういう動画を上げてるかっていうと、就活生向けの動画を上げています。好きな食べ物はオムライスです。人生が、その人生を何か成し得る手段として、就活という手段がたまたま一部あるだけなんです。目の前の全部が就活じゃないです。日本だとアルバイトで食っていける国です。どうやって生きていくか、そのための手段の一つとして就活を選択するというところを忘れない。この順番を忘れなければ、きっと皆さんもいい就職先が見つかるでしょう。くつわりのいい言葉だけではなくて、本気で僕は皆さんのことを、ジャッジをしたいと思ってますし、本気で仲間を探しに来てます。日本の企業約382万社、だいたい400万社あるって言われているんですが、その中の 99.7% は、中小企業だと言われています。自分たちで事業と組織を作っていく経営幹部候補というのを採用したいなと思っています。活アプリやね、これすごくない？なんかシビアやよね、すごい、なんかシビアシビアだけど、あれが就活ってやつだね。新しいよね、でも長い日賀さんは、い、日賀さんはい、これください。北方くん、はい、福田くん、福田くんです。メモなんだと言われてるすごい楽しかったです。キャバクラみたいな感覚呼ばれ指名どういうところをプラスアルファ聞いてますか。あ、前例みたいのはあんまりないと思うんですけど、はいはいはい、自分の会社を持ちながらベルフィエスさんでもなんか一緒に仕事するみたいなことって可能なんですか。計画できると思うし、別にその第一人者になればいいんじゃないかなと思っていて、全然そこは自由にやってもらっていいんじゃないかなっていうふうに思います。なるほど、めちゃくちゃすごい前向きに考えさせていただきたいなってめっちゃ思います。ぜひぜひ自分でやるでもいいし、ね、ベルフェスの中で新しい事業を作ったらと思うし、ぜひやらせていただきたい。なんかそれが新卒にもし繋がるんだったら、新卒採用もがっつりやってって感じだと思います。はい、そうですね。一旦これで、企業さんとの、イベントは終わりにしたいと思ってますので、お疲れ様でした。で、ここからは石橋にお話しさせていただいた通りで、ただただ楽しむ懇親会、です。イエイ。決まってる？みんな決まってる？決まってる？おお、すごい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 、おお、いいね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 、いきまーす。
はい、チーズ。